こんにちは、こんばんはおはようございます。よ今日お伝えしたいのはこのリンゴ酢ですね。私はね、あのー、去年の今頃まで週4回運動をしていたんですね。それで運動をやめて結構太りました。ね、結構太って、太って、もうどうしようもないくらい太って、あのー、私は66とか68 1>, 1キロだとちょうどいいんですけど、73とかね、そのくらいまで太っちゃって、で、いろいろ運動したり、ヨガとかもしたんだけど、止まんなかったのが最近元に戻ってきた最近元に戻ってきた元に戻ってきた救世主がこのリンゴ酢ですね。で、あの、リンゴ酢を私は朝、 あのー、毎日一本お腹に一本ヤクルトと一緒に飲んでる。ヤクルトじゃなくてピルクルとかね、そういうヤクルト系のこのくらいのさ、乳酸菌飲料です。それと、最初はね、このリンゴ酢じゃなくて、蜜缶のリンゴ酢を入れて飲んでたんですよ。で、そしたらなんか、リンゴ酢をいっぱいネットで調べたら、あのー、透明なリンゴ酢は、 あの、これ濁ったリンゴ酢なんだけど、透明なリンゴ酢っていうのは酵素とか酵母とか、あの、発酵の過程で出た体にすごくいいものを全部ろ過してなくしちゃってるんだって。まあ、日本人、日本はね、そういうことなんで、あの、海外から輸入する、海外から輸入する、この、これ、あの、YouTube でリンク、Amazon のリンク載せときます。この、 濁ったやつ濁ったやつはとてもとてもとてもとて,ても濁った中にいい成分があるらしいんですよ。それをアマゾンで、あの、これ1リットリルのを 4, 4本だか6本だか同時に注文して、で、朝だけではなく夜夜夜寝るとね、なんかね、睡眠の質が向上するんだって。で、実際ね、このリンゴ酢を朝だけではなく夜、もう 飲み始めたら、早朝覚醒型の、あのー、睡眠障害だったんだけど、まあ、まあ、毎日4時頃に起きちゃうっていう睡眠障害だったんだけど、結構最近ね、あのー、ちゃんと6時までとか、いい時とかは8時とかまで寝れるようになったので、これすごい。で、夜はどういう飲み方をしてるかっていうと、ハイボールでした。ハイボール今までは、ウイスキーと、レモン入り炭酸水と、 氷で、毎晩ハイボールを飲んでたんですよ。で、今は、ウイスキーと、この、アップルタイザービネガー、アップルタイザービネガー、アップルタイザービネガーを、と、入れて飲むと、結構美味しい。ほんと、本当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 あのね、なんかね、あの、朝の、朝のヨーグルトと、このリンゴ酢、 で、水で割ったものっていうのは、やっぱり甘くて酸っぱい。甘くて酸っぱい。で、ん美味しいかなん美味しいかなって感じなんだけど、ウイスキーってもともとさ、レモンとかさ、カボスとかさ、なんちゅうのあの、ライムとか入れるじゃないハイボールって。ハイボールって、正式には、あの、炭酸水とレモンとウイスキーじゃない。 で酸っぱいのが合うってことなんだよ。で、それを今までレ,レモン入り炭酸水じゃなくて、ナチュラル炭酸水にして、このリンゴ酢を混ぜて飲む。で、リンゴ酢はね、あの、ちょっとでも美味しいし、結構たくさん入れても結構大丈夫。本当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 だよ。で、あの、入れて飲む。と、あのね、本当にね、ウイスキーと、このリンゴ酢とても合うよ。 とても合う、とても合う、とても合う。あの、ビールに混ぜたときは、ちょっとね、あの、ビールの味が酸っぱくなっちゃったんだけど、あの、ハイボールとして飲む場合は、あの、レモンとか、かぼすとか、ライムとか入れるより美味しいかもしれない。で、しかも、体にいい。ね。いつもさ、あのさ、大酒飲みの、私結構大酒飲みで、ウイスキーさ、あの、3日で1本とか開けちゃうのよ。で、 毎回さ、飲むために体に悪いんだ。体に悪いんだ。でも、でも好きだからしょうがないと思って飲んでるんだけど、なんかね、リンゴ酢を入れ、入れ始めたら、体にいいものを飲んでるっていう気がするじゃん。それ、それに、あれですよ、もう本当悪い酔いというか、あの、次の日も、あ、ちょっと飲みすぎたなっていう量ってさ、もうさ、もう50歳だから自分の量分かるわけよ。で、あの、ちょっと飲みすぎたなって量でも、 リンゴ酢入りのだと結構平気なんだよねだからあの多分肝臓とかの働きもこのリンゴ酢さんが助長,し助,長助けてくれてるんじゃないかなと思ってるんですよですからこのリンゴ酢をリンゴ酢っていうのはダイエットダイエットにいいですあとあの胃の調子も相当良くなるんだって あのー、リンゴ酢を飲み続けると胃の中のいい菌とかが、まあ、い,っかい,いっぱい出てくるんだって特にこの濁ったやつはね。あのー、なので、あのー、便秘症私はもともと便秘症じゃないんだけど便秘症の人もいんでねえの,インデネの,あの結構ね、あのー、だからヒマし油の,あの下剤とか使いたくない人で胃腸の健康を良くしたい人はこのリンゴ酢いいかもしれない。で本当にね あの自分で体感するだけじゃなくてあの1ヶ月ぶりに会う人にはね痩せましたって聞かれるのでこのリンゴ酢ダイエットいいかもしんないということですね。あのリンゴ酢ダイエット で、で、で、ダイエットだけじゃなくて、不眠症の人にもいい。不眠というか、睡眠の質を向上させるもうさ、あのさ、不眠症じゃなくても、睡眠の質って、やっぱりどうしても年齢とともに落ちてくるじゃないで、私はさ、あの、ダイソーで売ってるテアニンとかさ、ギャバとかも追加したりしてさ、あの、朝起きないようにしようとしたんだけど、あの、グリシンとかも頼んでさ、あでも結局、あの、テアニンとか、 を飲んでも早朝覚醒型のあの不眠症は <laughs> 治らなかったんだけど、このアップルタイザービレガーを飲み始めたら治ったので、あ、すごくないすごくないすごくないだってさ、あのさ、不眠、あの、だから睡眠の質を向上させるって言われてるテアニンですよ。 テア,ニンはテアニンさえ飲めば朝までぐっすりって言われてるしグリシンだって睡眠の質を向上させるって言われてるん、ね、そのグリシンとテアシンをサプリメントで買って夜寝る前に飲んでたんだけど全然朝起きちゃう朝4時ごろに起きちゃうパッチリ起きちゃうっていうのもアップルタイザービレガーを飲み始めたら治ったってことはそっちよりすごいってことじゃないって言われるよねだからあのー、で何度も言うようですがこの濁って日本で売ってるミつカンのは濁って でも、アップルタイあ,あの,あの,あのリンゴ酢としての効能は、あの、あるとは思います。お酢、お酢としての効能、リンゴ酢として。ただ、あの、濁ってる方が効果が何倍もある。この濁ってる中にいい成分があるって言ってる人がいるので、まあ実際ね、あの、酵母とか酵素とかは、この、ろ過しちゃったらなくなっちゃうだろうなと思うし。 だいいたお酢ってさ、リンゴから作る場合はさ、あの私も酵母ドリンク飲んでるし作ってるから分かるんだけどさ、あのやっぱりそのリンゴジュースを酵母で発酵させていくんですよ。で、お酢お酢になったりアルコールになったりしてで、お酢になるようになるんですよ。で、やっぱり濁るね、あのそういう段階で。で、それをこすっちゃったら酵母とか酵素とかぜ全部なくなっちゃうよねっていう話で。 あの皆さん、あのね、便秘でなら、ね、悩んでいる方それとあの肌を美しくしたい方で痩せたい方睡眠の質を向上したい方はこのアップルタイザービネがおすすめだよね ねね、今ならっていうことはないんだけどあの一応アマゾンリンクも貼っとくからそこで買ってねということあ買わなくてもいいけどね <laughs> あの別にあの私ガリガリで悩んでるんですとかっていう人でも多分でもあれですよねあの 胃,をよく胃腸の調子を良くするのであの太ってる人は痩せるだろうし痩せすぎて困ってる人はちゃんと肉がつくようになるとは思いますで胃腸の調子が悪い人とかねあの胃を壊しやすい人もすごくいいと思いますあと逆流性食ド炎にもいいって言ってたかなって感じなのでこのアップルタイザービネガーおすすめですアッセステムです 福地にの部屋にチャンネル登録すると自分の興味のあるジャンルの動画だけ見れるよ。